れてもこっちも裏山もちょっとで色があれついていきますので、ポテトの方もはい。雨がもう焦げる程度までやります。焦げたらダメか、その一歩手前まで雨だけしてまいります。はい、そうせんかったら出来上がったところにこの入れも入れて、絡めてするときに綺麗に飴色にならないんです。失敗したら白くカリンということになるんです。この飴だけが失敗しました。はい。だからお家でされるときは皆さんここができないんです。飴が綺麗にデレーとなっちゃって、それはこのガスコンロのノズルが違うんです。業務用はこのノズルがもう全然違う。こっちも同じなんですけどね。こういうノズルなんです。これじゃはい、これも一緒のコンロなんですけどね、だからそのノズルが違うから綺麗に飴はお家でできないんです。教えてあげたことあるんですけど、お家で用意されなかったです、皆さん。火力がもう全然違うんで、これで一番きついのになるんですけどね、私はちょっと緩めてるだけなんですけどね、はい、これもう火力がもう全然お家のガスのコンロの同じ大阪ガスです。